ネット競馬ニュースフラッシュ、こんにちは。4月30日のニュースフラッシュを担当いたします、馬事文化応援アイドル、桜花の奇跡の星野奈々です。それではまずこちらのコーナーから。馬体探偵奈々氏。このコーナーは馬体や筋肉を中心に週末のレースのお役立ち情報をお伝えしていくコーナーです。本日考察していきたいレースは阪神競馬場で行われる天皇賞春でございます。それでは早速考察してまいりましょう。このレースは国内 G1 の中でも長い歴史と伝統を誇っています。今年度は京都競馬場改修工事により阪神芝 3200m でレースが行われることになりました。このコースでの開催は1994年の天皇賞春で開催されましたが、当時は外回りのコースがなかった時代で、今年のような1周目外回り、2周目内回りのコースでの開催は初ということになります。条件戦においては将来ステークスという4歳以上3勝クラスのハンデ戦で、今回と同じコースで実施されていて、そこからなんとか読み解いていきたいと思います。前回の将来ステークスの結果からデータを見てみると、枠は大外枠が1着に来ており、2、3着は内枠が来ています。人気も1番人気は来ておらず、2番人気、11番人気、5番人気の順で人気通りにはならなそうです。客室的には先行が優勢のように見えました。コーナーの通過順位を見てみると、勝った馬は全部のコーナーを一番最初に通過しております。3着の馬が追い込んできているものの、2着の馬も1着の馬の後ろでコーナーを通過しています。前を走り続けるスタミナが勝利の鍵を握りそうです。ということで本日の馬体チェックポイントはこちらです。じゃじゃん。外枠が有利、客室は先行が優勢ということで、以上の条件に合う出走予定メンバーの中から注目していきたい筋肉はこちらです。じゃじゃん。こちらの緑色の部分の宣伝筋に注目していきたいと思います。宣伝筋はトモの中心に位置する筋肉です。長い距離を先行していくには足の回転率が必要になってくるものだと思います。今回はなので、ここが発達している大間さんに注目していきたいと思います。さて、それでは以上の考察を踏まえまして、ネット競馬さん協力のもといただいた写真を使って皆さんと一緒に馬体探偵していきたいと思います。それではまず奈々氏の推し馬ランキング発表です。じゃじゃん。第5位ユーキャンスマイル、第4位ウィンマリン、第3位ディープボンド、第2位ウォーソリティ、さあそして第1位に輝くのはこちらです。じゃじゃん。アリストテレスということで、ここからは提供いただいた写真とともに皆さんと一緒に馬体探偵してまいりたいと思います。こちらです。じゃじゃん。はい、前走の阪神大賞典ではスタートしてから中段を追走しました。後位にいたディープボンドが先に上がっていき、それをマークしつつ進出しました。直線で3番手に上がったのですが、うまく伸びることができずに7着となってしまいました。阪神大賞典ではこのような結果になってしまったのですが、昨年の菊花賞のレース内容を見れば一発あるのではないかと思います。そして馬体面では昨年よりも馬体の深みが増しており、張りもあり、注目の筋肉も文句なしの発達でしたので、今回1位にさせていただきました。以上が奈々氏の推し馬となっております。ぜひ5位から2位の大馬さんも奈々氏と一緒にネット競馬のデータベース見て馬体探偵してみてくださいね。当日のパドックの参考になれば幸いでございます。以上、馬体探偵奈々氏のコーナーでした。ここで皆さんにご報告があります。先日青森県十和田市にて行われた桜やぶさめに出場してまいりました。その模様をちょこっとだけ皆さんにお見せしたいと思います。どうぞ。
いかがでしたでしょうか。ちょっと普段のナナシとは違ってかっこよく見えましたか。先ほどの大会に2日間出場し、なんと3位に入賞することができました。ありがとうございます。そしてなんとなんとプラスで新人賞も受賞いたしました。ということで、これからもナナシのやぶさめチャレンジ続いていきますので、応援よろしくお願いいたします。それでは最後にお知らせです。本日20時よりネット競馬 TV さんにて木村洋平さんとともに天皇賞春の推奨馬についてお話しさせていただきます。こちらに私星野奈々が出演いたしますので、皆さんぜひご覧ください。そして YouTube の方でコメントもお待ちしております。以上、4月30日のネット競馬ニュースフラッシュでした。バイバイ。